カツレツ案は、横浜市中区にある洋食店。口述のように、複数店舗展開もしている。創業者の小沢武蔵は、慶応義塾大学卒業後、岩井商店、スタンダードオイル、デンマーク名誉領事等を歴任。大正の終わり頃から、昭和の初め頃、東京の飲食店でトンカツを食べたところ、中心まで火が通るよう強火で揚げられた。それは、衣が焦げ。 肉も固くなってしまっていた。食通の竹ぞは少し工夫すれば美味しくなるのに、と残念に思い、豚のヒレ肉の筋を切り四角く成形する調理法を考案。周囲の反対もあったが、1927年3月に、正さ町に、カツ案を開店。反状店となり、いくつかの支店も出したが、第二次世界大戦の強制疎開のため一時閉店。戦後、 カフェの元経営者である、本田正マにのれんを譲る。戦後の混乱の落ち着いた1956年、横浜駅西口の横浜駅名店街で店舗を再開。その後、時和町に馬車道総本店を開店した。1957年4月25日には法人化し、株式会社活列案を設立した。活列案の店名には、 商売をするからには激しく勝たなければいけないという思いと提供する滑裂をかけ、さらに引退した者が最後に入る場所として、意を合わせ、人生を賭した勝負にかける創業者の熱意が込められている。この名称は商標登録されており、退職した元従業員が同名の店を出したところ、訴訟でこれを退けたことがある。本店入り口、左側に、 死死島共用線、右側には、浜の街頭天下の地の石踏み。のれんの文字は、宗方志向の書。馬車道総本店は、馬車道の一本西側の六道の辻通りに面する。北側には、系列企業で、弁当や、惣菜の製造を行う、カツレツアンフーズが隣接する。六道の辻通りの向かいには、系列のレストラン、喫茶店の馬車道十番館があり。 洋菓子の製造の他かツレのパン粉もここで製造される。店のロゴは宗方志向によるものであり、総本店の店内には志向の書や絵画が多数飾られている。このコレクションを収集したのは創業者から事業を受け継いだ本田正道、正夫妻で志向も実際に店を訪れ、滑ツを楽しんだ。滑ツ案の店舗は、馬車道総本店の他総鉄ジョイナス店。 鶴屋町店、鎌倉店があり、このほカツレツアンフーズの物販店舗が横浜市内や鎌倉市船の主要百貨店、ショッピングセンター等に出店している。看板メニューのカツレツ定食ソースは自家製で野菜と果物を2日間煮込んだ後丸1日寝かせて作られる。パン粉は系列の馬車道10番館が製造している。ありがとうございます。